今回は肩と腰を伸ばす仰向けのねじるポーズでコリを改善し体調不良を乗り越えましょう。仰向けに寝っ転がったら両方の足の幅、腰の幅へ、両方の手は横に開いていきましょう。右の膝を立てて右の膝を内側に倒していきます。この時に右の肩が浮かないように注意していきましょう。手の先は遠くに引っ張って肩の筋肉を伸ばし、ウエストをねじってウエスト周りの筋肉も伸ばしていきましょう。30秒から1分ぐらい行ったら膝を立てて反対側に変更していきます。腰がねじるのでウエスト周りちょっと負担がかかるので無理のない程度に行っていきましょう。足を伸ばして両方の手をほどいていきます。